やってしもたんや。間違えた間違えた。あのね、今日やってしもたんや。やってしもたんや。今日はちょっと間違えて、ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。ちょっと間違えて、ちょっと間違えてん。聞いてんのね。たこ焼きのキックでやろうと思ってたんですよ。いろいろね。給料減ったからお金あるから。やろうと思って、これ買ったんですよ。明太子ね。値段するんですよ、結構。で、賞味期限がね、6月26ってなってるんですよ。賞味期限切れて持ってるわ。やってもうた。もう、賞味期限切れた明太子使って今日はね、明太子入れよう思ってね。ありつつな、めちゃくちゃ売れてます。かも、ほんにゃ。あ、忘れてた。スーパー。カトゥー一口サイズに切っていきよう。こんなも絶対うまいんちゃいますな、あんた。うまい。かけさせてもろて。今日ネギもね、こんなも絶対過去一美味しいやつやろ。もうこれちょこっと残ってるんでね、食べますね。米くれ、米くれ、米。これやばいのできたかもしれん。うわぁ、いつもよりめっちゃうまそうなんですけど。明太子たこ焼き、いただきます。うますぎる、うますぎる。ちょっと待って。ばっかうまい。うまっ。マジ今日の晩飯もどうせたこ焼きなんですよ。僕うなしたこ焼きなんねんけど、ちょっと嫌やもん。うますぎて。こっちがうまっ。まあこれね、焼きながらちょっとね喋ろう思って。僕ね、その結構幽霊とか宇宙人とか信じる派なんですよ。まあいる派の人はねそのまま聞いてもらいたい。いない派の人はね、多分なんか言っとるわこいつと思うかもしれないんですけど、僕はいると思ってるんですよ。でこれはね、僕が高校1年の時の話なんですけどね、僕人生で1回だけよ、30何年生きてきて、人生で1回だけ高1の時に UFO 見てるんですよ。マジで。期末テストとかそういうテストあるじゃないですか。で、その時友達ん家で泊まってて、まぁ、勉強しようってなって、まぁ、バカなりにも勉強してたわけなんですけど、その時に、眠たなってきて、なんか、コンビニ行こうやって、4人ぐらいでね、コンビニ行って、なんか知らんけど、ふとパッて、ね、上見上げたんですよ。やったらなんか白いちっちゃいやつがね、三角みたいな動きしてんのよ。で、僕その時ね、4人でいて、一番後ろ歩いてて、おいお前らちょ見てみたいな、パッて見たらね、もうインカって、もう誰誰みたいな感じで言われて、一回、いやマジやねんってっていう、もうその嘘しんどいわ、みたいな感じで言われたんですけど、ほんまにわしゃ見たんや。やのにもう、誰も信じてくれへん。お前は友達ちゃうんかい思って。誰も信じてくれへんかったっていうね。そういうのもあるからね。僕はUFO とか宇宙人とか信じてる派なんですよ。まあ、信じてない人からすると、いるはずないやんってね、思うかもしれないんですけど、逆に考えてほしいねんな。宇宙出てんのが人間だけなんて思わん？こんなに広い宇宙の中でなんで人間だけなんて思わん？解明できてないこの宇宙でさ、生物他にもおるて。わしらだけちゃうて。その宇宙人とか地球に何しに来てんねんって。そりゃ宇宙ぴょんぴょん飛べる奴らの知能あったら、そりゃ下等民族がいるって見に来るやろ。じゃあなんで交信とかせえへんのってなったらさ、全然違う種族がさ、いきなり仲良くなれへんやん。同じ人間同士、今ね、戦争起こってます。平和に生きていけへん人種が、お前、よそ者の人種の人種って言ったらいいかわからん宇宙人と急に会いまして、仲良くできますか？言語も違う、コミュニケーションも違う、文化も違う、できるはずないでしょ。だから僕は、いると信じて宇宙人どもは、見に来てるんやと思う。こいつらどんな生活しとんのや。こいつら何やっとんのや。はぁ、あ、猿やな、猿みたいなもんだと思うんですけどね。だから全然宇宙人とか好きやし、好きっていうのもおかしいけど、いると思うし。だって言ってしまえばさ、火星とかにもさ、なんかあったりしましたやん。
木星か火星か水があった痕跡みたいな。そもそもさ、水に生き物がいるって誰が決めたんって話や。そら地球人からしたら水っていうのは大切、水の国、水の星やからね。水があって人間もできてるからね。最初はもちろん水やけど、水ないとこにだって生物はできるさ。宇宙人がそうでしょ。わしらち水ないけど、なんやその水、新しい元素やな思うで。だから宇宙人も来てんちゃうかなっていう説もあると思うんやけど、これちょっとさ、どう僕の考え、科学的な根拠がないとか言い出すんやろな多分。もう科学的根拠とか言ってる時点でシックスセンス感じてへんよね。ってことはやで、幽霊もいいヒント信じてる人たちでしょ。うん、幽霊はいるよ。僕はまあ残念ながら見たことはないんですけどね、幽霊に関しては。お盆になったらさ、墓参りとか行ったりしだすんでしょ。どうせ大体の宗教の人、何のためにじゃあ墓参り行ってるんってならん。亡くなった人とさ、一方的な会話かもしれへんけど、思い届けれるって言う時や。元気やってるよとかさ、先祖にさ伝える時や。だから墓参りってじゃあ何するの。そこに骨あるからお前綺麗にしに行くだけや。だからお前愛ないぞ。そんな人間なりたないよ、わしゃ。わしゃそんな人間なりたない。あ、だって結構お化け屋敷とか行くん怖ない？だって怖いって感じてるってことは、いるかもしれない。いないと思ってるけど、いたら怖いって思ってるんやろ？ってことは、いる可能性を示唆してるわけじゃないですか、あなたたちは。ね。違います？しかもね、これ多分世界初ちゃうかな。ブルーシーっていうね、YouTuber さんたちがいるんですよ。心霊系の。もう、毎日見てるんですけどね、僕。ほんと、バンバンザイとブルーシーとコムドットばっかり。これ、だって幽霊と話してんねんで。で、カイ君とかさ、めっちゃ可愛いもん。去っていきまーすとか。幽霊に帽子かぶしてたからな、この間ショーツで。あれ、びっくりした。まあ僕は幽霊信じてるんでね、ちょっと楽しく見てるんですけどね。よかったらブルーシーさん見て。まあ、たこ焼きやりながらトーク会っていうのも面白いよね。今度ライブ配信するか。たこ焼き作りながらな。うん。そうしよう。もうあと1分ぐらいでね、多分もう録画できひん。容量オーバーで録画できなくなるから、ちょっともうエンディング撮りたいんですけど、貧乏飯をね、結構メインでやってるんで、貧乏飯のレシピとかあればね、インスタグラム、僕やってますので、そちらの方にね、DM ください。基本的に100円以下がいいかなーって感じなんでね。はい。で、食べ物で、ね、たこ焼きとかで面白い企画もあったら全然言ってください。僕たこ焼き好きなんでね。はい。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、高評価。グッドボタンと高評価は同じなんですけど、ぜひよろしくお願いします。今年中に4000人絶対行くぞー。バイバイ。焼けたぞ、ポーン。